部首、口偏を決めるコツです。まずは筆先を整え、美しく尖らせましょう。右利きの方は右斜め下へ書くといいかも。左利きの方は左斜め下へ。書きながら感覚で尖らせ方を覚えましょうね。今回の課題をさらっと書くもよし。筆に慣れて腕と一体化するようなイメージを持ちましょう。筆先は円錐のようにツンと尖らせます。紙が真っ黒になるまでいっぱい書きましょうね。筆先がいい感じになりました。赤い絵や上の筆ペンが理想的。下の筆ペンは筆先がパックリと割れてしまい替え時かもしれません。口偏を書いていく。一画目の縦線は筆と紙を45度ぐらいにして書き始め、最後は軽くトンと押さえる。二画目は横細め、縦線へのポイントでしっかりと留めて、縦は太めに書きます。収筆も軽くトンとつきましょう。三画目の横線は両サイドの縦線が少しはみ出るように細く書きます。美文字のコツは注意書きのようにメリハリをつけ、刺繍室に集中する。一画ごとに集中しながら強弱をつけましょう。口偏なので左側に書きましたが、小さい字は案外難しいので何度も練習してみてくださいね。口偏を太めに書いていく。筆圧はやや強めにし、どっしり感を出しつつ横線は細く。基本線の集合なのでゆっくりと丁寧に書きましょう。次は細めに書いていく。筆圧は弱くしながら筆先の方向に集中し、二画目の縦線はやや太めにしましょう。太いのと細いのを並行して練習すると筆圧の加減がわかるようになります。美文字のコツは練習あるのみ。この字は基本中の基本ですが、小さい字は難易度が高く、単純な書き方だからこそ練習を怠るとやばくなります。元々の筆跡に寄せてお好きな方で練習してみてくださいね。やばい字を克服しましょう。パッと見は太めでしっかりと書けていますが、刺繍筆の角度が曖昧。二画目の横から縦への押さえはよく書けています。美文字のコツは注意書きのように一画ごとを丁寧にコツコツと練習しましょう。練習量と美文字はおおむね比例します。応援していますので頑張ってくださいね。筆と紙の角度さえ改善できたらぐんと見栄えが良くなります。呼吸の弧を太めで書いていく。個性をアピールするため全体の印象がぽってりしているよう丸めに太く書きました。右側の作りの一画目、短い左払いは強めに押さえてそっと筆を抜き、細さを表現しましょう。点は字のバランスを考え、思い切ってリズミカルに。最後の縦線と羽はそっと書き出してからだんだん太く豪快に跳ねましょう。美文字のコツは注意書きのように一画ごとを丁寧に集中しながら書いていく。太くて丸い字が好きなので縦線はやや湾曲させています。流れるようにえいやと書いていくと躍動感が出ます。次は細めで書いていく。口偏は細くしなやかに。右側の作りは細さをアピールしながら最後の羽を少し長めにしました。太い方が書きやすいとか細い方がいいとか、それぞれ個人差があると思いますが、いっぱい書いてみてどっちがいいか決めてみてくださいね。
絵文字のコツは注意書きのように基本を忠実にお手本をよく見て書きましょう。書くにつれて確実に上達するので、その過程を楽しみながらお茶でも飲みリラックスしましょう。ヤバい字を克服します。口辺は大変上手に書けていますが、最後の横線が縦線よりはみ出してしまいあと一歩です。右側作りの書き出しは上手ですが、最後まで太いので少しずつ細くなるよう練習しましょう。点に対して極端に上から払っているのでバランスが悪いです。落ち着いて書きましょう。一番最後の羽は少し長すぎるので北西へ向けてサクッと書けるよう練習しましょう。美文字のコツは注意書きのようにお手本をよく見て全体の字のバランスを取る訓練をしましょう。イメトレはいいですよ。数ミリの差で美文字へ近づくので集中して書く練習をなさると上達します。諦めたらそこで試合終了です。応援していますので頑張ってくださいね。